羊をめぐる冒険、羊をめぐる冒険、羊をめぐる冒険は、村上春樹の三作目の長編小説。文芸誌、群像1982年8月号に掲載され、同年10月13日に講談社より、単行本化された。表紙の絵は、佐々木茉希、ネズミ三部作の三作目である。1985年10月8日に、講談社文庫として、 上下に分冊で文庫化され、2004年11月16日には文庫版の改訂版が出版された。本書により村上は第4回ノマ文芸新人賞1982年を受賞した。また、1991年にフランス語訳版を翻訳した功績により、パトリック・ドゥボスが第2回ノマ文芸翻訳賞を受賞した。2002年時点までに 単行本、文庫本を合わせて247万部が発行されている。2016年7月1日、電子書籍版が配信開始。1980年10月に刊行された村上龍のコインロッカーベイビーズに感銘を受けた村上は同じくらい息の長い作品を書きたい。モンタージュよりもストーリーテリングの見地から物語に勢いと意完全性を与えたい。 と思うようになる。翌1981年、村上は小説に専念するため、ジャズ喫茶、ピーターキャットを人に譲り渡した。羊というキーワードは、前作、1973年のピンボールの高橋、高子の書評、群像1980年4月号から生まれた。刈り込まれた羊が草をはむ、羊のような姿で所々に散らばってたという。 描写について、日本には羊がいないのだから不適切な例えだと、高橋は述べた。村上は日本にも羊がいるに違いないと確信し、1981年10月、北海道に渡り、実際の羊を目にし、飼育者の話を聞き、役所に行って、資料を調べた。取材旅行を行った後、千葉県の奈良市のにあった自宅で約4ヶ月間、集中して第一項を書き上げた。 村上は川本三郎との対談の中でレイモンド・チャンドラーの長編小説長いお別れを下敷きにして書いたと述べておりまた1992年11月17日にバークレーで行った講演で次のように語ってるこの小説はストラクチャーについてはレイモンド・チャンドラーの小説の影響を色濃く受けています注略僕はこの小説の中で その小説的構図を使ってみようと思ったのです。まず第一に、主人公が孤独な都市生活者であること。それから、彼が何かを探そうとしていること。そしてその何かを探しているうちに、様々な複雑な状況に巻き込まれていくこと。そして、彼がその何かをついに見つけた時には、その何かはすでに損なわれ、失われてしまっていることです。これは明らかに、 チャンドラーの用いていた手法です。僕はそのような構図を使用して、この羊をめぐる冒険という小説を書きました。1978年7月、大学時代に関係を持ったことのある女の子がトラックに轢かれて死んだ。妻と別れた直後のことだった。8月の初め、僕は次専門の広告モデルの女の子と知り合い、彼女は僕の新しいガールフレンドとなった。 9月後半の昼下がり、仕事を休んで、ベッドの中で、彼女の髪をいじりながら、クジラのペニスや妻のスリップについて考えていると、ガールフレンドが言った。あと十分ばかりで大事な電話がかかってくるわよ。彼女は、発火タバコを吸って、羊のことよと言った。そして冒険が始まるの。僕が、相棒と共同経営している広告代理店に、右翼の大物の秘書が現れた。 秘書は相棒に担当者、僕と直接会って話がしたいと言った。僕が右翼の大物の屋敷に行くと、会社で制作した PR 紙のページを引き伸ばした写真を見せられる。写真には星型の反問のある羊が一匹紛れ込んでいた。それはネズミによって北海道から送られてきた写真だった。出所がどこか尋ねられるも、僕は拒否する。男は言った。 今日から2ヶ月以内に、君が羊を探し出せれば、我々は、君が欲しいだけの報酬を出す。もし探し出せなければ、君の会社も君も、おしまいだ。僕は、会社を辞め、ガールフレンドと共に、北海道へ渡った。以下は、群像1982年8月号掲載版と、単行本と、村上春樹全作品1979から1989。 の本文移動である、主なもののみ。山崎薪子著、村上春樹の本文開講研究、若草処方、2008年1月に寄った。最後の舞台となったネズミの別荘がある地は、北海道美福町と推測される。アイヌ人に率いられた一行が、旭川から北へと行き、その後東へ向かったこと、主人公たちが、旭川から北へ向かう列車に乗り継ぎ、 塩刈峠を越え、東に走るローカル線に乗り、終点が終着駅であること。また、全国3位の赤字線であること。東から西へ流れる川、ニュープ川があり、大地があることなどがその根拠である。東に走るローカル線は廃止となった、国鉄三幸線、終着駅はニュープ駅である。このため、ニュープ地区の農場が物語の物体のモデルの一つではないかと言われている。 このほか、十二滝町では、サフォーク種などの羊が飼育されているが、本書執筆にあたって著者は、同種が飼育されている北海道の死別市などで調査を実施した。本書は、第一章1970年11月25日、水曜の午後のピクニックという章を及び、見出しで始まる。三島幸男が、陸上自衛隊、市ヶ谷中屯地内で、活腹自殺したのは、 1970年11月25日、水曜日の午後であった、三島事件。宝島1981年11月号のインタビューで、三島幸夫が死んだ時は、大学ですね。読みませんでしたか。という質問に対し村上は次のように答えている。ええ、読まないし、わかんないですね。でも、今度の3作目の小説は、三島幸夫の死から始まるんです。 1970年11月25日から、アメリカの雑誌なんか読んでると、友達と話しできないんですよね。みんな吉本隆明とかね。あとは、ジョルジェ・バタイユとか、ジャンジュネとかね。あとは、大江健三郎とか、あの辺が流行りでしょ。本書は、三島の長編小説、夏子の冒険のパロディあるいは、書き換えであるという仮説がある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。